ねえねえ、みんな聞いて聞いて。ああ、すごいことになりました。本当にもらってしまいました。なんと、ローランドが新製品のジュノ DS をガールズバンドのみんなにプレゼントだって。すごーい。さあ、見てくださいね。これ中入ってるんですか？入ってるよ。大事に使ったね。これが私のキーボードか。弾きやすいですね。これで音色がいい。あ、おつぐさん、ローランドの人にお礼言いましょうよ。そうだね、お礼言わなきゃね。え、でもローランドの人今石鎚山に登ってるって聞いたよ。この山ですか？うん、みんなどうだった？ジュノ DS。 うわ、すごいじゃん。かっこいい。いいこと考えた。ビッグ、山登り好きでしたよね。大好きだよ。ローランドの人たち、今石鎚山登ってるらしくって。本当？はい、行ってきてください。そうですね。マジかよ、すっごい遠いんだよ。私たちの代わりにお礼を言ってきてください。お願いします。お願いします。あんまり遠いんで、五郎丸マジックを使わないと飛んでいけないな。みんな応援してくれるか。応援します。応援して、だったら応援して。五郎丸マジック頼む。ここは西日本最高峰、石鎚山の頂上、天狗岳、標高1982メートルです。今日10月24日、とっても暖かいんですね。見てください、この景色。本当にパノラマで、あそこに新居浜が、あそこに西条の町が見えます。ちょっと霞がかかってて、瀬戸内までは見えませんけれども、とても素晴らしい景色です。今日ここに、なんと、あの、ジュノ DS をプレゼントしてくださったローランドの営業の方が来ていると聞きまして、飛んできました。さて、一体彼らはどこにいるんでしょう。あれ、ローランドの唐沢さんじゃないですか。吉田さんも来てるんだ。本当に登頂されたんですね。あれ、旗まで持ってる。ちょっとこちらにいらしてください。気をつけてください。そこ崖っぷちなんで気をつけてくださいね。お疲れ様です。あの、登頂どうでした？辛かったです。長い道のりでした。唐沢さんはどうでしたでしょうか？足腰がきついです。ちょっとおじさん、こっちに上がってきてください。さて、今回ですね、ガールズバンドのみんながジュノ DS をいただいて、みんな本当に感謝してるんです。このジュノ DS をガールズバンドに使ってもらおうと思われたきっかけは何でしょうか？はい、この素晴らしいバンドの結成にですね、ちょうど、発売のタイミングで我々の自身の新製品が出るということで、これはぜひ使っていただきたいということで、無理にお願いさせていただきました。ありがとうございます。このジュノ DS のなんか一番いいところって何でしょうか？使い方がすごく簡単なんですけども、すごくいい音がするんですね。で、最新の機能もいっぱい詰まってます。僕もぜひ1台買わせていただきます。よろしくお願いいたします。さて、これからね、下山も大変なんですけども、でも今日とっても天気がいいんですね。気温も18度ぐらいかな。とっても爽やかな日で、この石鎚山の頂上に立たれて、何か一言感想をお願いします。怖いです。非常に怖いです。本当に怖いです。怖いということです。だけども、もう悲しなことにですね、大勢の方が今日も登頂されて、この石鎚山の頂上からまた下山するそのですね、歩みを皆さんが喜んで、また感謝を持って歩まれていると思います。ご苦労様でした。また東京で会いましょう。よろしくお願いします。